はい、こんにちは、僕です。ペルソナ4をやっていきましょう。10月9日。今日はどうしようかな。ちょっと前回忘れていたんですけれども、本を読んでいたんですよね、そういえば。なんか速読術みたいな。ちょっと本読んでいこうかな。寛容さもね、上げていきたいなと思ってるんですけど、あ、もう一回で終わるか、これは。じゃあ、ハイパー速読術、読んでいきましょう。ハイパー速読術を読み終わった。今までと同じ時間で、より多く読めるようになった気がする。今後本を読むと、2章分読み進められるようになりました。読んでいない本を持っている場合は、どんどん読んでみましょう。また今度本を読んでみよう。なんだっけ、弱虫先生。弱虫先生をね、読んでいきたいんですよね。じゃあ、12月10日。話し声が聞こえる。何の話？うちの兄貴が昨日倒れたんだよ。病院行っても原因がわからないし。親が言ってるんだけど、どうも毒霧のせいらしいんだよな。毒霧だよね、これ。なんか黒ずんでるんですよね、空気が。原因なんてどうでもいいだろ。それより、耳寄りな情報があるんだよ。俺、霧の力を中和できるヒーリング会ってのに入ったんだ。近所でも結構評判でさ、みんなも入ってるみたいなんだぜ。お前も来いよ。兄貴の体も絶対良くなるって。それ詳しく教えてくれよ。ああ、どうなるかと思ったぜ。俺も最近具合悪い気がしててさ。でもヒーリングなら大丈夫だよな。近所でも評判なら大丈夫だよな。怪しい。そういう怪しいものも広まっていくんだ。霧は晴れないが、こういう天気だからこそ体が強くなるんだぞ。昨日テレビで見たような気がするから多分間違いないんだからな。しかし、こう霧が続くとくせ毛のやつは湿気で髪のセットが大変なんじゃないか。よし、くせ毛と直毛の違いについて問題だ。じゃあ目が合った僕。くせ毛と直毛で違うのは何だ？色？断面？伸びる速さ？断面かな？わかんないな。考えたこともないよ。くせ毛と直毛で違う。断面かな。知ってたか。そうだ。くせ毛と直毛ではくせ毛と直毛では毛の断面が違う。直毛の断面は深円だが、くせ毛の断面は楕円形や三角形になっているんだ。ちなみに、毛の断面が平たくなるほどくせも強くなるみたいだぞ。これは柏木先生に教えてもらったんだ。霧が晴れるまで髪のセットはしっかりな。初めて聞いたな。合ってましたね。知識が高まった。寛容さ高めてほしいんだけどな。じゃあ放課後。放課後か。どうしようかな。テレビの中にも行きたいんだけどな。テレビの中に行く前にやっておきたいことがたくさんあるんですよね。なので、なぞなぞ先輩ね。リベンジしていこう。まず P。P はね、B グループで、アルファベットの作りね。これは OK。次、わかんない。これ考えてもわからないから。確か前回メガネが×だったよね。唇。その前どれ選んだか覚えてないんだけど、唇にしてみよう、今度は。不正解。家のチャレンジ。まだまだ待ってるぜ。じゃあ、ほくろなんだな。ほくろか。一日一回しかね、なぞなぞ、挑戦できないからな。また次の日行きましょう。あれ、直人くんびっくりマークついてないな。あれなんですね。もうジュネスに行っても、アタッチがいることはないってことなんですかね。このうずくまってる少年たちはいるんだな。何か買っておこうか。バリアもろこし買っとこう。バリアもろこしブームだわ。こんなところにも何かをつぶやいているようだが全く聞こえない。いやー、すげえな、街の状況。この霧は性別兵器らしい。どこかの陰謀なんだってさ。誰かが言ってた。なんて言ってたかな。そうだ。ジュネスだ。ジュネス国が稲葉に総攻撃を仕掛けてきてるんだ。ジュネス国ってなんやねん。うわ、そこら中うつむいた人がいる。なんか言ってるけどね、聞き取れない。あとガスマスクをしてる人がいるね。いや、なんかすごくない？なんか徐々にひどくなってってる気がする。霧が。なんか黒ずんでますもん。待って、誰もいなくない？誰もいないな。なんかみんなが毒だって言うから気持ち悪くなってきちゃった。どこでガスマスク買えるのかな？私も買わなきゃ、みんな買ってるし。ジャパネットじゃなくてジカネット田中ではね、買えなかったよね。ああ、この人か。実は僕、魚も怖いんだよ。なんか可愛い魚。可愛い魚って何ですかね？釣りした方がいいかな？釣りに行きますか？あ、待って、あそこ見てなかった。ちょっとまたもう一回商店街に戻りましょう。ここね、あ、いや。あ、今日は肉丼か。あ、寛容さが鍛えられる。あ、じゃあ肉丼食べていきましょうか。ここで過ごす。肉丼食べて、ちょっと寛容さをね、ガシガシ鍛えていきたい。寛容さが高まった。あ、いや、ありがとうございます。あ、いや、お客さんまたまた入れ違いね。うちの娘今日も出前よ。いつも忙しくてごめんね。働き者で親としては本当に助かるよ。おかげで商売繁盛ね。なんだっけ、愛花ちゃん？うん。寛容さはね、なんか割と最近上がったばっかりだから、なかなかランクアップしなそうな気がするんだよな。どうかな。じゃあ夜他の人今日はどうしてるんだろう。直人くんと過ごしてる人いないかな。あ、直人と過ごしてる人いるな。じゃあ外に行こうか。セーブして。直人くんって夜どこにいるんだろう。商店街にいるのか。あ、いた、ここにいた。初めてだね、夜。どうも。あ、僕さん、だんだん霧が濃くなってますね。様子を見に来たつもりでしたが、これじゃ数メートル先も見渡せませんよ。落ち着かないな。よかったら少し話していきませんか。リラックスしていきましょう。はい。では、お願いします。直人は嬉しそうだ。直人くんどこに住んでるんだろう。昔、おじい様に教わったことがあります。人は正体がわからないものほど恐れるって。そして、手近なところに答えを求めてしまう。何もわからないよりは平穏に過ごせるから。そういう意味では皮肉ですね。町の人たちがこの霧を毒ガスだと噂するのは。霧自体に害はないのに、害があるものとした方が落ち着くんでしょう。気持ちはわかる。それでも騒ぎすぎ？本当に害はない？どれがいいんだろう？本当に害はない？はい。おそらく大丈夫でしょう。僕ら自身がその証拠です。メガネをかけているので気にしませんが、テレビの中は霧で覆われてますからね。直人は落ち着いて微笑んでいる。警察にも協力してもらって、町の人たちに呼びかけを行うつもりです。焼け石に水かもしれませんが、何もしないよりはマシですから。これで上がるというか上がりやすくなるかな。直人との仲が深まった気がする。学校でね、直人くんいないとな。あ、もうこんな時間ですね。だいぶ話し込んでしまいました。そうだ、よかったらこれを。何かの役に立つかもしれません。これ、受け取ってください。着付け薬。では帰りましょうか。ちゃんとしたものをくれたね。おやすみなさい。おやすみ。じゃあ12月11日。今日は日曜日ですね。通販見れるのかな？ガスマスク以外のものって売っているのかな？やっぱりガスマスクなんですね。シカネット田中。防災用の避難リュック。なんとお値段は驚きの 29,800 円。これで毒ガスどんと来い。おーっと嬉しい悲鳴。電話がじゃんじゃん鳴ってます。残念無念。本日ご用意した分が売り切れました。それじゃあ今日はこれまで。やっぱ買えないんだ、ガスマスク。買えないんですね。誰かが買い占めてるでしょ、これ。そしたらね、今日どうしようかな。外に出ちゃっていいんかな。誰かいますか？このね、家の中ももやってるっていうのは相当な霧ですよね。やっぱり、私服に着替えてるんだよな。なんで家の外に出ちゃうの？テレビで今日、料理番組がないのよ。どうしようかしら、今日の献立。大丈夫なんでしょうか、この人たちは。誰かいないかな。7個のお見舞いっていうのはまだいけるの？今も。ちゃんと捕まえられるように準備しないとね。知恵はやる気を見せている。わだちを捕まえに行こうか。今日はちょっと。まあ、準備は早く。もう7個のお見舞いっていけないんですかね。行くことはできないのか。幹事がいるな。幹事がいるくらいかな。あれ、翔太くん、また。この霧毒なんだって。もし、私とまゆちゃんが倒れたら、翔太くんどっち助けてくれる？え、そんなの選べないよ。またそれ。翔太くんいつもそうだよね。優柔不断って言うんだよ。毒の霧出てるし、もう帰ろうよ。どうしよう。幹事がいる。他に誰もいないかな。このワンちゃんはどうしようもないんだよね。待ってみる。そこまでの暇はない。やっぱ寛容さがね、求められているんだ、今。肉丼を食べる？どうしよう。一度テレビの中に行くというのもありだと思ってるんだけど、ちょっと尺的に、動画の尺的にどうかな。今テレビの中に行くべき。いや、肉丼食べていきましょう。寛容さが高まったけど、いや、まだなかなかお眼球にはなれないのかな。じゃあね、本も読んでいこうか。本読んじゃっていいかな。他の人が何をしてるのかすごく気になるんだ、最近。いや、本読んでいきましょうか、じゃあ今日は。電話が来た。誰から？あ、もしもし、里中です。ね、暇じゃない？っていうか、暇じゃなくても、近いうちテレビの中に行こうよ。電話は切れた。ちょっとそろそろテレビの中行かないとな。まあ、とりあえず本を読んでいこう。これどうせ読むなら2章まで一気に読めるんでしょ？これ読もうか。この弱虫先生今日も行くわ。次で終わるんだけど、弱虫先生転職する。こっち読んでみましょう。弱虫先生転職するを読んでみようか。すぐ泣き、文句ばかりの教師が、逃げ腰で教育に当たる姿が書かれている。面倒になって転職するも、肉体労働に根を上げて戻ってくる先生を温かく迎える生徒たち。優しい気持ちになった。ハイパー速読術を読み終えているので、より多く読み進めたようだ。読み終わった。早い。寛容さ、まだ？寛容さが太っ腹から菩薩級になった。待って、お眼球っていうのは菩薩の上を行くんですか？菩薩の次がお眼球なんですか？チース。先輩。朝母の久々っすね。しかし、真犯人が現職の警官ターな。恐れ入ったぜ。だが、もう迷うところは何もねえ。ただ行って、そんでぶっ潰すだけだ。気合い入れてこうぜ、先輩。もちろんだ。万全に。どうしよう。もちろんだ。待ってろよ、あだちの野郎。マジモンのセメントってのを骨身で分からしてやんよ。マジモンのセメントって何？じゃあ放課後になってしまったな。なんかどんどん日にちが経ってくな。大丈夫かな？12月末日までにこなさなきゃいけないんだよね。あ、忘れてた。待って、なぞなぞ先輩やんなきゃ。まず P は B グループのアルファベットの作りでしょ。で、次は、ほくろ。ヒュー、クールだぜ、ブラザー。A グループには色が隠れてるってわけさ。なかなかやるな。外国語に変換したり、ローマ字に直すと新しい発見があったりするから、侮れないよな。オーケー。これでラストだ。間違い探し行くぜ。これから漢字を開けていくぜ。一度しか言わないから、ちゃんと聞いてくれよ。ノート、ヒョウ、リン、ラン、ギン、エン、セイ。ラン、銀、遠征、覚えられないわ。さあ、ズバリ、仲間外れはドイツだ。わからない。ノーヒョー。最初の2つしか覚えてないぞ。ログ見れないかな。いや、上からやってこうじゃん、氷。あは、ユウのソウルは本当にそう感じているのかい？次はゆっくりツインキンしてくれよな。間違いだったらしい。難しいわ、この謎謎。そんあたりだわ。あ、待って、学校出ちゃった勢いで。直人くんいるかな？あ、直人くんいますね。じゃあ、直人込み上げていこう。どうも、僕さん。これ。また手紙？直人は手に1枚のカードを持っている。またラブレターか？またあのカードか？はい。間違いありません。ナオトは大きくうなずいている。なんで？見たところ、同じ紙、同じサイズ、差出人の名前もない。ほぼ確実に同じ人物からのものでしょう。ともかく場所を移しましょう。どこだ、サメ川土手に行くのかまた。うん、好きだよね、ここね。ここも霧に覆われている。ナオトと一緒にカードを確認した。カードにはこう書かれている。背景、名探偵殿。君の家からあるものを拝借した。ゲームはすでに始まっている。さあ、君に取り戻せるかな。怪盗ヘックスより。ありがちな名前。どうやら白金の屋敷に忍び込んだのと同一人物の仕業のようですね。すぐに薬師寺さんに送って、警察に証拠物として提出してもらいます。怪盗 X、バカバカしい。こんなことにかまける暇はありませんよ。うん、その通り。何を焦っている？挑戦から逃げるのか？どうしようかな。何を焦ってる？挑戦から逃げるのか？逃げるですって。ナオトは腹が立ったようだ。屋敷に侵入された挙句、こんな挑戦状まで。すべてを警察任せにしては、白金の名誉にも関わることです。どうするんだ。もう、だから嫌なんです。あなたといると、どうも調子が狂うな。こんな挑戦状なんて子供じみたもの、関わりたくないんです。けど、それじゃ悔しいじゃないですか。一緒に怪盗 X を。当然ですよ。あなたが持ってきたことでもあるし。まったく。よろしくお願いします。ほっぺが赤い。ナオトは罰が悪そうに、もじもじしている。ナオトと共に、怪盗 X の挑戦に挑むことになった。ナオトとの仲がまた少し深まった気がした。一気にランク9ぐらいまでいきませんか？ランク4か、まだ。長いなぁ。ナオトの心の成長がペルソナにも影響を及ぼす。どうなる？コンセントレート。いるかな？コンセントレートいるかな？いや、ムドーンとハマオンがなんならいらないんだけどな。必要になる時もあるでしょう。さみだれ切りを消そう。で、コンセントレートを取ります。そうと決まれば、1通目のカードをもう一度調べてみます。あそこにきっと何かのヒントがある。あ、ですがもちろん空いた時間でしかする気はないですが。うん。僕には他にやることがあるんですから。なんだ。それじゃあ、また。ナオトと途中まで一緒に帰った。ナオトくんはどこに住んでるんだろう。いや、もうずっとね、この家には誰もいないんだけど、主人公一人で何ヶ月過ごすことになるんだ。といったところで一旦今回はここで終わりにしたいと思います。そろそろまたテレビの中に行きたいと思ってるんですが、まあ、できればね、寛容さんをあげたり、ナオトくんのコミュニティをあげたりっていうのをね、できれば優先したいなと思ってるんだけど、特にね、どちらもあげられそうにない時は、ちょっとテレビにね、入っていきたいかなと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。